って大量の兵士と戦ってたんだよ。ボロボロだったはずなんじゃないの。ご覧の皆様ごきげんよう、エミです。 FF7 リバース発売おめでとうございます。本日発売となっておりますこちらの FF7 のリバース、スタートさせていきたいと思います。2020年のリメイクから4年、待ちに待った FF7 の続編第2弾でございます。大昔といえど原作の FF7 もやったことありますし、昨年ですねクライシスコアのリユニオンの方を配信させていただいたのは、まあ、皆様にもですね記憶に新しいかもしれません。 FF7 の原作は27年前の作品ですからね。私がプレイしたのも20年前ぐらいになるので、まあ、大まかなストーリーは覚えてはいるんですけれども、記憶力はいい方ではないので忘れてる部分も多いかと思います。まあ、初心の気持ちで今回 FF7 リバース楽しんでいきたいと思います。まあ、それでもですね原作好きだったので、もしかしたらネタバレしちゃう可能性もあるかもしれません。まあ、その点についてはご了承いただければと思います。ネタバレ苦手な方はもしかしたらご視聴控えた方がいいかなとは思いますので、よろしくお願いいたします。何から話すべきか、何を伝えるべきか、この目で見たこと、耳で聞いたこと、心で感じたこと、星のこと、運命のこと、仲間のこと、すべてお前たちに語ろう。魔法都市ミッドガル、その巨大な町を支配するシンラカンパニーは、星の命であるライフストリームを吸い上げて魔法をエネルギーとして浪費し続けていた。星は悲鳴を上げていたが、その声に気づく者はほとんどいなかった。そんな中、星のために立ち上がる者たちがいた。反シンラ組織アバランチ、彼らはシンラの強化兵士ソルジャーだった男クラウドを傭兵として雇い、一番魔鋼炉を爆破する。魔鋼炉爆破の被害が広がる8番街でクラウドは花売りのエアリスと出会う。差し出される黄色い花、花言葉は再会。そこから運命は大きく動き出す。アバランチは1番魔鋼炉に続き5番魔鋼炉の爆破を目論む。しかしそれらは全てシンラの手のひらの上だった。シンラは巧みに人々を騙し扇動していた。アバランチは7番プレート落下という未曾有の災害を引き起こした実行犯にされてしまう。大切な仲間を失い皆が絶望に打ちひしがれる中、エアリスはシンラと取引をし自ら囚われの身となる。エアリスは星の開拓者とも呼ばれる種族セトラの最後の生き残りだった。シンラはセトラの伝承に残る約束の地を見つけ出そうとしていた。そのためには彼女の力が必要だった。クラウドたちはエアリスを救出するべくシンラビルへと侵入する。実験サンプルとして囚われていた私も彼らと合流し、研究施設からエアリスを助け出す。そんな我々の前に最強のソルジャーが姿を現す。伝説の英雄セフィロス。死んだはずの宿敵は
極秘実験施設に保管されていた全ての始まりであるジェノバの遺体を奪い去る。シンラビルを脱出したクラウドたちはハイウェイを駆け抜け、シンラ軍の追っ手を振り切る。再び姿を現す宿敵。その時、耳をつんざく絶叫が響き渡り、運命の番人であるフィーラーがミッドガルを覆い尽くす。運命の壁を前にエアリスが告げる。ここが別れ道だと。我々はこれまで歩んできた道のりがフィーラーによって守られていたことを知る。そして決断の時、壁を越えた先で我々は運命の番人を取り込んだセフィロスと激突する。仲間の思いを乗せたクラウドの一撃が運命を切り開く。戦いを終え、運命のレールから外れた我々はミッドガルを飛び出し、道なき荒野に立っていた。そしてここから誰も見たことのない新たな旅が始まる。原作やった人は違和感があったと思うんですけれども、 FF7 の原作とは若干違うんですよね。シナリオが4年前にやった FF7 リメイクではあれっていう展開が最後あったと思います。だからね、若干どういう風に原作とリバースつなげてくるのかっていうのがね、私はすごい楽しみだったんですよね。今作ミッドガルハイウェイから中継です。ご覧いただけますでしょうか。ビルが完全に倒壊し、道路が崩落しております。複数の建物から煙が立ち上り、火の手が上がっているのが確認できます。現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。マコーロ爆破事件、7番プレート7番プレート崩壊に続き、ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。ドミノ市長と市当局はシンラカンパニーの助言を得て、この竜巻は反シンラ勢力アバランチによる未知の兵器を使った攻撃であるという見解を発表しました。現在停戦中のウータイの関与も視野に入れて引き続き調査するとのことです。
ックス。もう泣きそう。もう始まったばっかりなのにもう泣きそうだ。現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。マコーロ爆破事件、7番プレート7番プレート崩壊に続き、ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。立て続けにいろいろ起こりすぎるよな。引き続き現場から生中継でお送りします。現在も倒壊したハイウェイでは神羅軍によって捜索が進められています。行方不明者1名、そっち元ソルジャー、大型の剣バスターソードを所持、逃亡の恐れあり。繰り返す、逃亡犯は元ソルジャー、バスターソードを所持。おい、あそこ、こっちへ運べ。離陸の準備を急げ。あれは救助された方でしょうか。すいません。まずい、あっち向けて。こっちこっち。救護班に連絡しろ。回収対象者を確保した。これよりヘリにて帰還する。急げ、出発するぞ。おい、何をしてる。今ヘリが飛び立ちます。ご覧の方面に向かって。俺の友達、魔鋼中毒。ちょっと！エアリス！衝撃すぎるんやけど、ザックスからなん？まさかクラウドプレイするんじゃなくてザックスからプレイなん？原作を知ってる方ならわかると思うんですけれども、ザックスっていうのは本来死んでないとおかしいんですよね。このバスターソードはクラウドに引き継がれてないとおかしいんですが、さっきクラウドもいたし、だからこの世界線はまた別の世界線なんでしょうね。ザックスが生きてる世界線を今多分プレイしていて、その世界線がどう融合していくかっていうのが今回の話になるんじゃないかなって私は思ってるんですが、ザックス嬉しいよ。私は生きててくれてありがとう。ザックス、エアリスに知らせてあげたいからね、俺生きてるよここでって。あれだ、あのヘリだ。ナナキが暴れてたもんね、ヘリコプターで。どうしたんですか。手を離せ。おお、ザックスからだ。嬉しい嬉しい。まさかのザックスからね。アタックチャージと三角と四角の違いって何。おお、なんか大ダメージ的なことかな。さっきまで戦ってたんだよね。黙れ。この世界線ではザックスさっきまで大量の兵士と戦ってたんだよ。ボロボロだったはずなんじゃないの。じゃあね。かっこいい。下がっ。
はどこだ。回収しないとえらい騒ぎになるぞ。もうざっとするな。探せ。こんな世界線号泣してます。さて聞かせてもらおうか。お前さんとセフィロスの因縁は。ティファ全部話すぞ。うん、私は大丈夫。5年前俺は16歳だった。もうソルジャーにはあまり出番がなくて、あっても気の乗らない任務が多かった。そんな中命令が下ったんだ。英雄セフィロスが一緒で俺ははしゃいでいた。すごい雨だな。おい、気分はどうだ。大丈夫。辛そうだな。俺乗り物酔いなんて経験ないから分からなくて。準備は OK？ OK OK。教えてくれよ。またタークスみたいな仕事だったらやってられないからな。お？せっかくファーストになったのに、休戦協定で戦争は事実上の終結。俺は活躍の舞台を奪われたんだ。あんたみたいな英雄になりたいのにさ。この任務は老朽化したマコーロの調査。残念ながらタークス案件に近い。まあいいや、仕事があるだけマシだな。現場はどこ。ニブルヘイム。ニブルヘイムは俺の故郷だ。進行方向にモンスターです。嘘。セフィ
イロスが戦える。おお、やられてる。かっこいいセフィロス様。私の推しはセフィロス様です。セフィロスの強さは別格だった。ニブルヘイムといや、世界初の魔航路があるところだな。うん、5年前の9月、魔航路の様子がおかしいって大人たちが騒ぎ出して、見たことのなかったモンスターが村の近くで目撃されて、それが始まり。村は自警団を作ったが手に負えず、神羅に事態の収拾を依頼した。そこに派遣されたのが俺たちだった。久しぶりの故郷なんだろう。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。ああ、両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は。ちょっと待て、ジェノバって神羅ビルのあれか。ああ、でも後で話す。俺は何を話してるんだ。さあ行こうか。おう、お待ちしておりました。私は村長のゾンだ。しかしなんと、まあ英雄セフィロスが来てくださるとは。では早速こちらへ。日暮れまで好きに過ごすといい。ふん。いや、これね、もう昨年私がクライシスコアリユニオンを配信しているので、もう知っている方もいるかもしれないですけれども、どっちかですよね。幼馴染とかいないのか。可愛い女の子とかさ。君じゃないわ、こっちだ。しかし何にもない村だな。違う、あんた出て正解。あれ、どこ行った。あ、酔ってるからこいつか。俺ミッドガルに出て軍に入ろうと。泥がすごいな。違うわ、交代で落とそうぜ。あれ、どこ行ったの。酔ってたやつどこ行った。ちょっとアイテム集めしてからセフィロスやクラウドたちに話しかけたいと思います。クラウドって言っちゃってるけど。ここが宿屋だね。待って、宿屋行く前に、おお、ティファとの思い出の給水塔。給水塔登ったんだ。2年ぶりの故郷だったからな。やっぱり懐かしかった。そっか。ティファと約束したからな。俺の実家だ。事件とは関係ない。関係あるよ。よ、興味あるぜ。私も。
うん、聞きたいな。やれやれ。親父は俺が子供の頃に死んだ。だから母さんは一人で住んでいた。顔を見たのはほとんど2年ぶりだった。あれが最後になった。ん？はーい。あ、嘘。クラウドなの？ただいま。お帰りなさい。どれどれ、晴れ姿よく見せておくれ。惚れ惚れするね。これがソルジャーさんの制服なのかい？本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。ちゃんとご飯は食べてるのかい？ねえクラウド。でもねえクラウド。そうだろうクラウド。母さんはね、いつだってあんたの。もうやめよう。日高さんが声優やってるんだ。クラウドにそっくりよな。クラウドはお母さん譲りだったんだな顔。え、私の家にも行ったの？ティファの家だ。ああ、ティファがいると思って。なんだよ、お前らお隣さんじゃねえか。そうだけど、あまり行き来はなかったよね。いろいろあったからな。やらかしたなクラウド。やらかしてますよこいつ。ちっちゃい頃はね、ティファとクラウドは別に仲良くなかったからね。クラウドがぼっちだったからな。猫飼ってたんだ。名前はマルだったな。マル。そう、よく家出する子でね、あの日もいなくて。マル、日本みたいな名付け方するやん。ティファの部屋どれ？これ？ピアノがあったのは覚えてるな、ティファの部屋。ちょっとあっちから入るか。違うっぽいな。あ、お宝ゲット。お父さんとお母さんの寝室っぽいな。ただの泥棒なんよ。私の部屋も？ああ。ああ。お邪魔します。クラウド、それ本当？ああ。後には引けなかった。クラウド、最低。二人に最低って言われる幸せ。お、ほら、ピアノあるある。楽譜を入手しないとダメなんだ。これ私ね、その PS1 の時にやってた原作のピアノ演奏がね、難しかった記憶があります。ピアノ弾いたの？弾いた。あの頃は弾いたよ。ちゃんとしてるね。でもなんか、楽譜持ってないからどうしようもないのよ。ティファのテーマとか落ちてないかな。なんで弾いたのかな。クラウド何してるの？分かんない。お前にピアノは似合わねえよ。ティファと同じことしたかったんだ。セフィロスみたいな髪になりたいって言ってた。確かにサラサラだもんな、セフィロス様の髪は。あ、村長どうも。明日は頼んだぞ。
神羅のソルジャーだ。あ、あんた師匠じゃないっすか。私はザンガ。子供たちに武術を教えながら東へ西へあちこち旅をしている。しなやかだがまだまだ遅いな。もっと食べなさい。ほっといてくれ。君も弟子にならんか。嫌だ。君と同世代の弟子が大勢いるぞ。その数128人。この村ではティファという子に稽古をつけて。知っているかな、ティファ。ああ、あの子はセンスがいい。強くなるぞ。まさか。まさか。クラウド、見る目ないね。5年前だぞ。ティファのお師匠さんです。神羅流の戦いぶりしっかり見せてもらうよ。行こう。あの時は気づかなかったけど、今になって思えば村に着いた時からセフィロスの様子は変だったかもしれない。何を見ている。この風景。え、俺は知ってるような気がする。セフィロス。マコーロへの出発は明朝早くに決まった。そろそろ休んでおけ。ああ、そうする。おやすみ。セフィロス様のお休みが好きすぎる。その夜はなかなか眠れなかった。緊張と不安と興奮。実は私も。どうして。ティファニーは驚かされたな。船山の事故を忘れたのか。昔のことじゃないか。彼女はもう立派な大人だよ。ガイドが来たら出発だ。了解。おいおい、セフィロス、聞いてくれ。ガイドはやっぱり私が行こう。いくら本人の。ティファ、まだ間に合う。辞退しなさい。その話はもうおしまい。強いソルジャーが2人もいるんだから大丈夫。ティファ。おはようございます。よろしくお願いします。ティファ。ティファがガイドなのか。そういうこと。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。危険すぎる。お前が守ってやれば問題はなかろう。行くぞ。ああ。セフィロス、記念に1枚。出発だ。ティファちゃん。セフィロスさん、お願いします。俺からも頼むよ。俺の顔を立ててくれよ。あそこ。ありがとう。撮ります。ずいぶん楽しそうじゃねえ。もう一枚。そうだね。あ、うん、じゃあこの時はね。マコーロはニブル山の中腹にある。寒々とした山の空気が
懐かしかった。キーアイテムというのか、写真が出てきましたね。お、どっちだ、どっちなんだ。ちゃんとセフィロスの方見てない、これ見逃しそう。なんでずっとセフィロスの方見てんの。めっちゃ後ろ気にするんよ。ほらティファじゃないんよ、見てる方向が。ずっとセフィロスの方見てんのよ。前見てよ、ほらもうずっと視線セフィロスなんだけど、大好きじゃん。でもセフィロスは目合わせてくんないのよ。ニブル山は最初の魔航路が建てられた場所として、その頃は有名だったそうです。魔航路がある土地はどこも似たような風景だが、ここは独特だな。見ていて飽きない。毎日だと飽きるよ。いいな、ソルジャーはいろんなところに旅ができて。旅か、そんないいものじゃない、ただの移動だ。でも刺激的ではある。なんで登ったんですか、そこに。上に立ちたいんですか、やっぱり。セフィロスが後ろからついてくるのも可愛いし、もう全てが可愛い。大丈夫？ついてきてる？当たり前だ、ティファこそ先に行き過ぎ。だって急ぐんでしょ。星は？そうだけど、無理しなくていいよ。無理なんかしてませんよ、私鍛えてます。へえ、そりゃ頼もしいな。クラウド、こんな喋り方ちゃうやろ。最近は村の近くにも出るようになったの。どうしよう。俺の出番だな。よし、任せよ。了解。カウガールのティファかわいいよな。今だ。おーおー、おー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 い、畳みかける。わー、アクションが気持ちいいな。バンクモードだからもったいない。一気に叩き込む。まあな、この辺りのモンスターはお前だけで対応できそうだな。ああ、そんな感じだな。セフィロス休んでなよ。そうさせてもらおう。セフィロス様のお手を煩わせるわけにはいきませんから、俺がやります。魔法か、おっと、魔法が出てる。あとは任せろ。かっこいいじゃん、ティファ。あ、ジャストガード、パリーがあるんだ。パリー、あ、全然できてない。R1 でしょ。ちょっともう一回やりたいから。ダメ、ダメじゃん、R1。あれ、押せてない。ダメダメダメ。回避したい。ちょっと早く攻撃して。オッケー。もうパリーがあるんだ。ああいう風にひるますことができるんですね。ちょうどいいとね。おっと、でででででクラッとる。バーストスラッシュ行こう。一気に叩き込む。いい感じだ。結構食らっちゃったんだけど。ターゲットロックオン。出番だ。ちょっと届かないからさ、君。ファイヤー。はぜろ。回復しよう。やばいやばい、回復したい。先に回復しとけばよかった。